い、やってまいりました GT マサチャンネルです。今回も福井県の今城から今積み込みが終わって、今から当日で掛川に向かいたいと思います。今週もまだまだ仕事が土曜日まであるんで、まあ、頑張っていきたいと思います。にしてもあれですね、雨が続いてますね。昨日一昨日も雨あったんですけど、なんか雨降って止んでって繰り返しあったんで、トラックはまた汚れてます。また洗わないといけませんねこの間ホイール磨いたんですけどね、もうダメかもしれません。よいしょ。あと2日あるんで頑張っていこうと思います。まあ、当日で掛川行って、あれですね、帰りはもう高速で、とりあえず明日の積み地のところまで高速で移動かけたいと思います。まあ、多分高速のサービスエリアでまた朝まで寝る感じになりますかね。ああ、ではでは掛川へ向けて走っていきます。頑張ります。
10円、高いですね。
限りちょっと走っていこうと思います。はい、走ってきました。もう今7時半なんですけどね、もうちょっと時間が、1日の労働時間がもうちょっとで時間を迎えるんで、まあもうパーキングであと休みたいと思います。とりあえず宮井パーキングですか、入りたいと思います。まあここで明日の朝までゆっくり休んで、明日積み込みに向かいたいと思います。まああと積み込み先まであと100キロですね。まあちょうど霧のいいところですね。まあここでご飯食べて休みたいと思います。泊まれるかな、泊まれるかな。空いてますね、まだ時間が早いんで空いてますね。大丈夫かな、大丈夫かな。少々今日は何を食べようかな。マックもあるし、まあコンビニもあるし、吉牛もあるんで、何食べようかなって迷いますね。よしよし、とりあえず到着ですね。よし、まあ、何食べようかなって思います。まあ、今回の動画はここまでしたいと思います。じゃあまたー。